あのね、実は一人見つかりにくいおまじないがあるんだ。ええ。ほんと？すぐに教えて。そんなの信じる？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、怪しいサラリーマンを探そう。あっという間やんね。すぐそこやん。ほやき郵便やろ。え？これ？ん？これ？旗のマークこれ。え？違う。なに？旗のマーク、なにこの旗のマーク。でもこれってただの、あれやない。お使い的な。困ったわね、この子。ちょっと疲れちゃったみたいで。旗のマークって目的地に着くんじゃない？でも矢印別の方向やったね。もう動けないっていうのよ。何か飲み物でもあればいいんだけど。悪いんだけど、ジュースを買ってきてもらってもいいかしら。まあいいけども。ごめんなさいね、変なことお願いしちゃって。ごめんね、私めっちゃ邪魔になっとる。じゃあ、ヨカコーラっていうジュースを一つお願いできるかしら。この子、ヨカコーラが大好きなのよね。ヨカコーラは120円だと思うから、そのお金は渡しておくわね。ヨカコーラ持ってないんかな、私。ヨカコーラが飲みたい発生、クエストペニーを確認しよう。ちょっと待って。ヨカコーラこれじゃない？持っとるやん、やった120円、得した。はい。お姉ちゃんも買ってきてくれるの？私、ヨカコーラが好きなの。シュワシュワして美味しいんだもん。これこれ。さあ、お母さんにヨカコーラを渡しましょう。ほい。ヨカコーラを買ってきました。早く飲ませてあげてください。目の前から動いてないけど。ヨカコーラを手渡した。助かったわ。本当にありがとう。ごくごくごく。ふはー。冷たくて美味しい。お姉ちゃんありがとう。どういたしまして。これでこの子も元気になれそうですね。簡単な頼み事でしたが、バッチリ解決です。ウィス。ヨカコーラが飲みたい、バッチリ解決。ま、手持ちのをあげただけなんですけどね。常温なんじゃない？大丈夫。はい、解決。お、ボーナスチャンス。よっ。何？ボーナスチャンス。なんか入ったよ。でもすげえアニメ、アニメっぽい感じ。当たり、全然仲間にしてない妖怪たちもおるんやけど、いっぱい。まずい漢方を手に入れた。なんか当たり、まずい漢方を手に入れたって言われたらなんかね、外れ感が半端ないんやけど。ん？お姉さんも通っていいよ。ごめんね。で、あの旗が目的地やと思っとった。全然違ったわ。小柳郵便。あの妖怪のマーク、あの妖怪のマークあれか、ジバニャンか。あ、やね、ここやけん。え、目的地は、どこ？小ヤギ郵便って寄らんかったっけ？あれ？ちょ、待って。はい、待ってね。この先？あ、ここか。なるほどね。ポストの戦いよる、この人。これをこうして、これでよしと。何してるんだ？アイラちゃん。ここから強い陽気を感じます。ってことはこの人が？お嬢ちゃん、おじさん何か用かい？用がないならあっちにいてくれるかい？おじさんは忙しいんだよ。おじさん。ん？怪しい。やはりよからぬ気配を感じます。隠したって無駄です。暴露婆さん、やっちゃってください。思っていることを暴露してやるわい。何？手紙盗もうとしよるってこと？俺様は町の結界を解いて誰よりも強い妖怪になるんだ。あ、妖怪この人。この人のために人間に化けて機械を伺っていたんだからな。この妖力を手に入れて世界中を全部俺様のものにしてやるのさ。妖怪？しまった。なんだってこんなことをベラベラと。あ、ネクラマティング。バレちまったらしょうがねえ。お前には眠ってもらうぜ。ここで戦闘か。いやでも一応ね、私レベルアップは結構したけん。お、さすらい玉を打て。さすらい玉がふーらふら。バトル中たまーにこんな感じの光玉が漂ってくることがあります。ちょっと通りますよ。これがさすらい玉です。ピンで狙えばいいことがありますよ。陽気ゲージが回復したり、敵の妖怪が友達になりやすくなったり、バトル後にアイテムをゲットしたり、お金、経験値にボーナスがつくことも。損することは全くありませんので、見つけたらすかさず割っちゃいましょう。おし。この子は仲間にはならんのかな。この子っていう見た目じゃないけど。あ、ちょっと
待って、わざわざセル。はい、セミ丸じゃなかった。トホホギスやった。セミ丸にしたつもりだった。あ、待って、今、さすらい玉飛んできたよ。ほらほら。ね、さすらい玉どうやって、あ、狙う？こういうことか。やったー、おにぎりゲット。で、ちょっとセミ丸。あれ、セミ丸技が出せない。え、待って、導きの技って狙われるやつじゃなかったっけ？待って待って待って。あ、そして技が意味をなさない。鬼さんこちら。え、誰もおらんかったことない？あ、おったわ。見えてなかった。よし。じゃあここでジバニャン。てて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 。どや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 。あ、もうすぐ。たまったー。おらん。これさ、妖怪ウォッチっていつも思うんやけど、ああいう噂の時のに集中しすぎてさ、いつの間にかやっつけとんよね。粗末な腕はゲット。なんてこった。この俺様が負けるなんて、全然最強じゃなかったよ。世界征服とか、全く無理やね。だが、公民館と銀行の結界には仲間が向かった後だ。あれを再び封じられない限り、世界は我ら妖怪たちのもの。うん、消えた。ウィス。読めてきましたよ、アイナちゃん。なぜかわかりませんが、この街には強い妖気が満ちています。結界はそれを封じるために作られたものに違いありません。悪い妖怪はその力を手に入れるために、結界を破って回っているようです。このままでは、人間界と妖魔界の境目がなくなり、街は大混乱になってしまいます。ウィス。悪い妖怪が影響を受ける前に、結界を戻しに行きましょう。よし。わかったわ。また平和な音楽に戻ったよ。装備で友達妖怪パワーアップ。妖怪にアイテムを持たせて強くする。それが装備です。妖怪の力や守りなどを強化したり、特殊な能力を得ることができます。装備は妖怪1匹につき1個しか持たせることができません。妖怪の種族や性格を考えて何を装備させるか考えましょう。街の結界を元に戻そう。どこに向かう？あ、とりあえず。ねえ、あのピン何？なんかピン刺さってないあっこ。なんだこ、あぶねえ。あ、これや、なんか。何？貯金箱。小豚 ATM コーナー。銀行の結界ってこれのことかな？あ、なるほど、これが結界？ウィス！容器がこれでもかと言わんばかりに漏れていますね。なんか矢印別の方向に取った気がするけど、2箇所あるけんってことかな。結界を元に戻せばいいのよね。私にお任せよ。お、有能な執事である私の手にかかれば、こんな結界ちょちょいのちょいです。執事ってそんなことまでするんだ。行きまーす。細かいことを気にしてはいけません。それじゃあ行きますよ。そーれ。なんか来た。かわいい。人が欲しがるものは何でも欲しい。だってそれは自分のものじゃないから。隣の芝生はなんてやら。だからそこから出てくる力も欲しい。他人の力で強くなる。横取りって最高。最悪やん。最悪やん。横取り。ひどい。まだ横取りしてないのに。未然に防いだけんね。ウィス。さて、これで結界を元に戻せますね。では気を改めて。それ。悪いの悪いの飛んでいけ。結界を元に戻れ。痛いの痛いの飛んでいけ的な。これでよしと。え、本当にそれでいいの？なんだかすごく適当に見えたけど。てか、こんなところに結界があるってどういうことなの？気のせいですよ、アイナちゃん。ほら、容器が消えていきます。確かに変な感じは消えたけど。行きますよ。さあ、次の結界を探しに行きますよ。次はどこって言った？学校？とりあえず、あの矢印の方向に向かえばいいということですね。結構遠いっすね。なんかこっちに、どこ？あ、これや。何こんな裏に。し、見つかっちゃうから静かにして。私服のアイドル。あれ？なんだか訳ありみたいですね。私、実は地元のアイドルやってるんだけど、しつこいおかけの人に見つかっちゃって。どうにかしてあの人たちに見つからないようにできないかな。どうするかわからんけど、なんとかする。こんな時にはうってつけの妖怪がいます。
妖怪ジミーの力を使いましょう。あ、なるほど。そうすればこの子の気配を消してあげることができるはずです。アイドルの悩み発生。悔しさメニューを確認しよう。ってことでジミー、何かいい方法を考えてくれたの？すぐに教えて。ほいほい。この際何でもいいわ。教えて。妖怪とか信じる。あのね、実は人に見つかりにくいおまじないがあるんだ。ほんと？すぐに教えて。そんなの信じる？あ、何？見つかりそう、もう。そっちにいたか？いや、こっちにはいなかったぞ。しかもおじさんとかじゃなくて高校生。私服なんて嫌だから、絶対にツーショットを撮ってもらうんだ。俺は握手してもらって、サインしてもらって。とにかく見つけるんだ。めっちゃ迷惑。よし、路地裏の方も探してみよう。あ、来るよ来るよ。なんだか危ないです。あ、こっちに近づいてくる。よし。私の友達、出てきて、ジミー。妖怪メダル、セットオン。だってさ、こんな切羽詰まった状況でおまじないとか言われても、おいって感じやん。拙者、陰ながらお助けするでござる。バレない、バレない。ジミーになればバレないでござる。めっちゃ早く動きよったなんか。これで目の前におってもわからんのかな。こんなのでおまじないの効果あるの？お、見てるよ。え、なに？私らのことは見えとんよね。え、見えてますよね。すごい、本当に聞いたのね、おまじない。これで今日は気楽に過ごせるわ。ありがとう。でも買い物もできんのじゃない？さすがはジミ、効果はてきめんですね。あの女の子も喜んでいます。これでバッチリ解決です。アイドルの悩み、バッチリ解決。これであの子が妖怪が見えて、ジミーがパートナーになったりとかしたら大丈夫やろうね。おいし、解決。これでも経験値が増えるけんいいよね。癒しの天使ちゃん、お、ボーナスチャンス来た。これはいろんな種類があるってことなんやね。当たりー。毎回当たり。これは必ず。守りのお札を手に入れた。かわいい。え、ご覧くなった。見えになったわけじゃないよね。ご覧になったよね。きっとそういうことだと思う。おいし、それじゃあ、多分あのピンが、結界の。あ、これか。なんか石碑みたいなの。あの妖怪が言ってた公民館の結界ってこれかな？あ、公民館か。確かに強い妖気をビシバシ感じますね。結界を元に戻せばいいのよね。私にお任せ。それならこのウィスパーにお任せください。で、またなんか妖怪が来るってこと？私のみなぎる羊パワーであっという間に直してみせます。羊パワーって何？行きまーす。まあ気にしないでください。それじゃあ行きますよ。それ。あ、誰もこ、あ、来た。来た。おう。もち。もちちち。そうはさせんもち。この町に貼られた結界を解いて、俺たちはもっと強くなるもち。力持ち、顔がみょ、にょきって出てくる前は可愛かった。狙って容器を貯めてみよう。取り付き、サボりを集中攻撃。容器いただきコンボ。取り付かれていたり、サボっている妖怪を攻撃すると容器がこぼれ出します。コーラの時をうまく狙うことで、素早く容器ゲージが貯められます。容器ゲージをガンガン貯めて、必殺技を打っていきましょう。初めて知った。カチカチ。そうなんや。この経験値30っていうのは全員に30入るよ。それともあのメンバーで30を分けよん。30分けよるとしたらめっちゃ少ないよね。ウィス。よし、これで。ふぅ、危ない危ない。では気を改めて。そーれ。チンプイプイ。結界を元に戻れ。さっきと違う呪文が。呪文って言うんか知らんけど。これでよしと。何を言ってもいいんやな、きっと。そんなに適当なおまじないで元に戻るの？もちろんです。ほら、見てください。みるみるうちに容器が消えていきます。それならいいんだけど。行きますよ。さあ、次の結界を探しに行きますよ。3箇所やった？ 2 箇所じゃなかったんか。これで3つの結界を元に戻したけど、もう1つはどこにあるのかしら。3つの結界を元に戻した？あ、1つが小ヤギ郵便やったってこと？思い出してください、アイナちゃん。マクロバー妖怪が化けていた男は、ん？小学校から歩いてきたと言っていました。うん。この情報から推理できる答えは一つ。小学校です。
小学校に向かうのです。私もあっちの方から陽気をビンビン感じていますからね。調子いいな、もう。最後の結界がある小学校に行こう。ってことで、学校、学校。あ、なんか落ちとるよ。練り飴を手に入れた。やったね。なんか陽気を感じたけど、まあとりあえず、小学校に行きましょう。はい、来たー。お、ん？かなり来てます。強力な陽気を感じます。血管に近づいている証拠です。この辺りに結界があるってこと？そうです、アイナちゃん。探してみましょう。なんかこの、お、何これ、校長の銅像か何か。ウィス。どうやらこの街を包んでいる強烈な陽気はここから出ているようです。このままでは街が悪い妖怪だらけになってしまいます。よーし。じゃあ早く結界を戻さないと。ウィス。それでは早速、一番強いの来る？これは恐ろしいほどの陽気です。来たよ。気をつけてください、アイナちゃん。ねえ、絶対強いやつやん。あ、三つ股の土？ギョロー。我が眠りを妨げるのは誰ギョロリ？あれやん。私が前やった何？妖怪ウォッチ4やったっけ？あれ見た後やったらさ、もうなんか、ミッチーって感じ。なんだかすごく怖そうなのが出てきちゃった。うら、力がみなぎってくる。数百年ぶりの自由ギョロ。ギョロロロ。まずは手始めに貴様らを狂ってくれるギョロ。ああ、正義のヒーロー、ミッチーが。よし、行くぜ。目玉を狙うんやっけ。弱点を探せ、ボス妖怪バトル。目玉はどこに？弱点を探せ。普通の妖怪より凶悪で強大な妖怪、それがボス妖怪です。あ、あれなんや。ブイオリーナはボスではなかったんやね。ボスじゃないか、まあ。なるほど、三つ股の字が初めてのボスってこと？ボス妖怪は友達妖怪にはなりません。また、ピンをさせるところが複数あります。よく観察して、どこをピンで狙うか考えて戦っていきましょう。多分、目玉が開いたところや。目玉が開く。目が開いたところや。あ、回復してきてなかった。ちょい待って。あのメンバー、このメンバーにしとこうっと。なになになに？あ、開いたんか。びっくりするやん。狙う。よっしゃ、真ん中狙ってこう。なに？開くの？開くの？開いちゃう。ちょい待って、ドンヨリーヌ。いけ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 。いや、これしよる間に 目が閉じたりとかする？もしかして。それはやだ、辛い。しかもあれやん。3DS の時ってさ、これしよる間も、上画面と下画面に分かれとったけん、全然見えとったけど、今一つの画面やけん見えんのや。よし、ジバニャン行くぜ。いけ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 。閉じないで。あ、閉じたっぽいよ、今。やめてよー。絶対閉じたやん今。せっかくの百裂肉球が。まあ一応ダメージ与えれんわけじゃないんか。お、来た。目玉、全部に目玉があるわけじゃないんよね。はい、行くぜ。ネガティブーン。一応体力は横んでるね。あれ、なんか普段のさ、妖怪にも体力出しておいてほしいんやけど、普段は出てないよね。見えてないだけじゃないよね、私が。ネガティブキン。みんなバシバシ狙ってこう。閉じたよ、閉じたよ。さあ、目玉出てこい、目玉。お？目玉ない。多分次開くところに目玉があるんじゃないかと。思っている。ない。ない。来ない。開けよ、おい。待って、お払いできんやん。これ取り憑かれてるわけじゃないってこと？あ、そっか、裏に回さんかったらできんねやっけ。あ、待って、あの、はい、来たー。はい、来たー。目玉がないよ、目玉が。はい、お払い。連打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 。キャー。よし、オッケー。お、目玉来た。狙うぜ。ってことで。さあ、ドンヨリーヌ。
チカ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 ッチカッチって呼ばれた。あ、導き？こっちこっちか。カッチカッチかと思った。え、何やっつけたの？え、体力そんなに減っとった？やったー、勝利。なんかよくわからんけど。イエーイ。おー、経験値半端ないね。お金も1000円。ありがたや。やりましたね。急にキリッとした声になったね。お、なに、まだ破裂する？え、誰やっけ、ヤマタノオロチじゃないこれ、多分。あー、ミッチーがやられてしまった。どうも。何も言葉を発しないのかよ。ウイス。は、はひー、危ないところでした。しかしもう大丈夫。気配は消えました。誰かわかりませんが、助かりましたね。あの妖怪を倒しちゃうなんて、一体誰だったのかな？最初から出てきてやんね。私いらんかったやん。さあ、見かけない妖怪でしたが、助けてくれたんだから良しとしましょう。え、あれすごい妖怪やろ？なぜウィスパー知らない？さて、これで最後の結界も元に戻すことができますよ。あ、うん、そうだね。よろしく、ウィスパー。ウィスー、アイナちゃん、よろしくなんて感激です。さあ、これで。それじゃ、張り切っていきますよ。結界よー、閉じろ、ごま。ふう、これで。あたりに見せていた容器が消えましたよ、アイナちゃん。ねえ、ウィスパー。町にあった結界は、あの強い妖怪を封じ込めるためのものだったのかしら。まあ、それはわかりませんが、この桜ニュータウンには大きな謎が隠されている気がします。ま、どうにかなりますよ。今回もどうにかなったんですから。そうだといいな。行きますよ。さあ、うちに帰りましょう、アイナちゃん。楽しそうだな。続く。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれよね、びっくりするぐらいケイタくん出てこいのね。まあ一応今、このゲームの主人公は、ふみちゃん、あゆなということになっとるけん、あれなんかな？